はい、皆さんこんばんは。おじいさむです。いろんなゲーム機で遊んでるでしょうか。本日ご紹介するのはこちら。ドンエースって書いてますね。エ <laughs> ースってね。はい、えー。今回紹介するのは、これね、ちょっと、ね、読み方がわからないんですけども、多分ですけども、トリグキーっていう、えー、会社だと思います。トリグキーのスピードエースですね。 ここに書いてるの、ね、トリグキーでちょっとねこのフォントかっこいいんですよねどこの国の会社かわからないんだけど、えー、とりあえず今回ご紹介するのはこちらトリグキーのスピード S モデルスピード S というものになりますこちら海外の EC サイトバングッドさんの提供でお送りしますいつも本当にありがとうございますということでね今回も結構厳重なこの空気プチプチに入ってて一切多分今回はどこもへこんでないと思いますね はい、で、このね、あの変換器ね、結構、提供の、まあ、僕たちみたいな案件の人たちには、これ、あのしょっちゅうつけてくれるんですけども、多分一般の人たちの販売ではこれつけてくれないので、えっと、アマゾン等であの買ってください。まあ、ちょっとわからない、まだなんか本当に開けてないので、どんなんかわからないけども、あのこのトリグキーが、まあ、アメリカとかの会社やと、 中国とかどこやったかなヨーロッパ中国の一部かはこのなんか3つの独特のあれでコンセントのボルト数が違うんですよこれ変換器でこういうのは案件の人たちには送ってくれるんですけどもついてないんでちょっとそれはまた中見てみましょうね。はい、ということでねむちゃくちゃおしゃれなんですよ入れ物が <laughs> はいこんな感じですね。な、う、な、ん、なんかちょっとした何なんかちょっとおししたおゃれな雑貨が入ってそうな非常に かっこいいデザインになってます。こんな感じね。ちょっとパソコンが入ってると思えないのこれパソコンなんです。ちょっと言い忘れだそう。ミニ PC なんですよ。はい。で、今回、まあ僕、うちでは基本的に紹介するものっていつも言ってるんですけど厳選してるんですよね。なんかこう、こんなんどうですかこんなんどうですかって言われても、興味のないものって基本全部お断りしてたりして、で、これはね、さっき言っときます。むちゃくちゃコスパいい。 うん。もうこれね、むちゃくちゃコスパいいから。多分、今まで史上トップじゃないかなっていうぐらいコスパがいいです。さっき言っときます。はい。もう驚きの値段と驚きの性能なので、まあよかったら楽しみにしてください。えー、ということでね、早速開封していきましょう。もう本当に何もしてないの。見て、ビニールついてるでしょいつも言うけど僕はファーストインプレッションを大事にしてるので、本当に開けてないんですよ。ではカッターで開けていきましょう。よっ。 よいしょい。ということで、開けます。よいしょ。いということで、こんな感じ。いや、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいよ、これ。ちょっと裏は、えっ、ー、と、シリアルキーみたいなのが入ってるんで、お見せできないですが、非常にかっこいいです。これ、こんな感じ。あの、お弁当箱の、こうてッてこう、<laughs> <laughs> あお弁当箱の商品書いてあるみたいですね。はい、感じです。えー、それではね、早速開封していきましょう。ドキドキ、ドキドキ、めちゃちっちゃいよ、でもこれ。僕の手、これ、男性の手これぐらいからね。一般、よいしょ一般男性の手がこれぐらいなんで、ほぼほぼ手の大きさまあ、ちょっと僕、タッパーあるんで、ちょっとだけ指長いですけども、それでもこんなもんです。 これミニ PC ですからね。しかもこれ結構高性能なんです。はい。では開けます。3、2、ワン、2、3、4、5、4、3、2、ワン、開封。チュドーン。あ、ちょっと待って、ちょっとあ、結構しっかり入ってる。結構しっかり入ってる。結構しっかり入ってるよ。まあ結構開けにくい。開けにくい。 いつものあの自重ファーじゃない自重ファーではない結構開けるっかいちょっと待ってあわ分かった分かったそれ開けへんわこれが止め金になってんねんこれが止め金こうなってんね、まあまさにお弁当箱まさにお弁当箱ですねこう,こうなってんねほらお弁当箱方式もうほんまにお弁当箱方式こうですねはい開けましょうあ開くあくあくうわなんか なんかええー、なんか。なんかガンプラ、ガンプラ入ってそうな感じでいいね。でもな、軽いよ、結構。よいしょ。おしゃれ。ようわ、ちっちゃ。あ、まじか、これ。え、ちょっと待って。めっちゃちっちゃくないこれ。あ、これびっくりしたわ。これちっちゃいわ。 えちょっと流行る気持ちは抑えて <laughs>。あ、これ何やろこれマニュアルですね。ユーザーマニュアル。どんな感じでしょうあ、JP あるわ。日本あるわ。うわ、ちょっとマジかこれ。日本あるで、日本。25から28。めちゃ少ない。あ、あるわ。基本操作。ボタンとインターフェース。電源ボタン。直流インターフェース。壁掛け式ブランケット。ブランケット。 とミニ PC にねじ込みます <laughs> これ何ブランケットをミニ PC にねじ込みますって何 <laughs> 難しい日本語使ってんねんけどだいぶ間違ってるねじ込みますってこれこれ暴力団の言葉にねじ込みますって <laughs> こっちも <laughs> モニターの背面にブランケットをねじ込み すっこれ誰が言うたんやろねじ込みますって <laughs>。これは面白いね。まあ後ろのあのあれにつけれるいうことですね。だから本体をモニターにベチっとつけれて、もう机がこうレス状態にできるということですよね。いやでもこれね、そういう風な後ろにつけれる性能をね、すごくか、超えてるんですよね。非常にね、あの、性能高いんですよ、今回。 うん、まああのいつも通りパソコンの説明書って感じですねもう何かあ言うても見てわかるでしょっていう感じの基本超基本的なまあ使用書ですねよくあるパソコンのねはいそれではちょっと付属品の方を見ていきましょうかでは付属品を開けてみましょう,うわあいっぱい入ってるわ付属品いっぱい入ってる <laughs> すごいね何が入ってんのああブランケット系ですね あのまあパソコンの,そのモニターを後ろにつける、バックプレートっていうのかな。それ系のやつががっちり入ってますね。と、HDMI to HDMI は両方 HDMI ですね。ミニではないよね、これ。HDMI ですね。HDMI to HDMI のえーケーブルが入ってます。これは これミニ HDMI? あ、いや、これも HDMI。HDMI が2つ入ってますね。えらい。短いのと長いの。そうか。あのー、パソコンの後ろに、あのー、モニターの後ろにつけたときはもうすぐあるから、それ用のやつですね。ブランケット用のやつと、普通に、あの、モニターの下に置いて、普通に使う、普通使い用の HDMI を2本入れてるという。これは非常に心遣いがいいですね。と、あとはもう AC アダプターですね。コンセントどうなってる ああ、コンセントはこれだ。この、これなってるんで、えっと、変換がいりますね。変換プラグが。だからこれいるよね。これでこんな感じで使うという感じですね。こんな感じ。これ焼肉のコンセントみたいなですね。はい。これだから中国の会社かなこれを見ると多分ね。はい。という感じです。これ2つのここにつけてください。こう、こんなことせんよねこんな、こんなややこしい、あの、<laughs> 斜め向かいの使い方しないで、こうつけてくださいね。はい。という感じですね。 はいはいはいではねついにちょっと本体ですねこのトリグキースピード S の本体を見ていきましょうこれ自体取れるんかなはいじゃあわすごいねこれそうこれちょっと先言い忘れてんけどあの本体の箱の上側にもこういうクッションついてるんですよ裏側に気持ちいい感じのこれ結構あれですよねそういう気持ちが効いてるねなんでこれを今思い出したかというとここ本体の下にもねほらクッションちゃんと引いてんの うん、こういう心遣いはすごい嬉しいよね。うわ、軽いわ。ちっちゃ。これですよ、これ。うわー、ちっちゃ。もう、ほとんど手のひら。男性の、一般男性の手のひらです。わかるかなこれ見てよ、これ。しかも軽 <laughs> こんな、もう指見えろ。ちっちゃいよ、これ。 ミライズラこれはミライズラすーごいねなんかシール貼ってるなんで書いてるブーイングって書いてますね DuDuDuring って読むかな During the system boot process if you cannot log into your personal account please turn off Wi-Fi and Run.Select the skip option and the login to your personal account in the system.Please use the power adapter that comes with the product.Please do not plug the power adapter into the Type-C port.Boot process、うん、って書いてるけど、こんなんやろね。ここはちょっと分かれへんけど、ちょっとこれシーラー剥がしておきましょう。ちょっとあとで。 えっと、これ、後で翻訳して、えっと、ちょっと、コーナーと載せます。ここに、こういう意味でしたって、まあ、直訳しか僕はできないけど、えー、皆さんはちょっとそれを見てください。こういう訳でしたよって、ざっくりね、ざっくり。はい。 はいということでですね、外観見ていきましょう。あまずスペック見てもらおうか。うわすごいちょっと霜ひューってついて、これ熱でこうね。えー、とちょっとスペック見ていってもらいましょう。えー、と今回のとにかく売りがスペックです、はい。スペックとこの小ささね、手のひらに収まる小ささ、これがとにかくすごくてですね、えー、まあ金額はいつも通り一番最後に言うんですが、まあ、金額もすごいんで、まあ、まずスペックを聞いてもらいましょう。 えーとこちら今回ねご紹介するこのバングッドさんから提供いただいたこのミニ PC トリグキーだと思いますうちではちょっとトリグキーだと言いますただねバングッドのサイトにはねトリガーキーって書いてんねんけど多分それは違うと思うんですよねうーんちょっとここはもし知ってる商品知ってる方おられたら教えてくださいでこのトリグキーのレビューってね YouTube1、えー、億何千万という動画がある中でトリグキーの動画ってほとんどないんですよ はい。で、ちょっと言っていきます。トリグキー、スピード S。えっと、OS は Windows 10。CPU、これがすごいんですよね。Intel Core i5 の 8279U ということで、第8世代になるそうですで。4コアの8スレッド。定格が 2.4GHz のブースト時が 4GHz まで上がります。で、何がすごいって、今回僕がすごく注目したのはこれ。GPU、Intel Iris Plus のグラフィックス655ということでですね。 え普通はねこういう安いやつっていうのはインテル HD グラフィックスってやつなんですけどもついにねアイリスのえグラフィックの GPU が積まれてあるえとこのチップになってますで655ということですごいんですよね定格が 300MHz なんとブースト時はね1 8 えー、15GHz ということで、これがね、どこまでゲーム動かしてくれるのかなというのが非常に楽しみです。で、メモリーが 8GB の DDR4 の 2400MHz と2400ですね。で、えっと、最高で 32GB まで、えっと、搭載できます。ストレージは 256GB の SSD です。で、一応ね、ここがちょっとわからなくて、バングッドの、えっと、発表では 256GBSSD としか表示がないんですよね。で、 えっと、このトリグキーって結構ね、中国、多分中国だと思うんだけどもね、サイトがちゃんとあって珍しくてね、ちゃんとしたホームページあるんですよ。で、ホームページに公式ショップもあ,あるんですけども、えー、そこの説明ではですね、SSD はね、NVMe と書いてあるんですよ。まあ、これ本家のサイトなので、それが本当なんでしょうけども、ただし、えっと、この番組、えっと、本家ではこのトリグキーのスピード S っていうものも売られてるんですけども、えっとね、そこではストレージがね、512GB ってなってるんですよ。 うん、だからこれねあのそういうふうな、えっと、市販モデルみたいな、えっと、ものだと思うんですねだからそれがこのバングッドがその販売しているストレージニゴロ版っていうものが NVMe の SSD をこれ搭載してるのか、えっと、SATA の方を搭載してるのかって分かんないんですよ、はい、だからこれは電源入れてみてそのメモリーチェックをしてみますえっと は、内容のあれをチェックしてみて、どっちが積まれてるかっていうのは後に紹介しますので、今日はとりあえずゴ頃の SSD ということだけお伝えしておきます。はい。でですね。 以上ですね。はい。以上になります。だから非常にね、あの、今回この、えっと、インテルの第8世代の、えっと、i5-8279U、これがね、積まれてるっていうことが、とっても、えっと、いいなっていう感じがしました。で、えー、値段がすごく安いんで、で、このアイリスですね、インテルアイリスっていう最新の GPU ですね。現在、インテルの。アイリスシリーズの655っていうものが、どこまで頑張れるのかっていうのもすげー えっと楽しみです。はい。では、ちょっとね、えっと、外観見ていきましょう。ということで、ここでね、i5 のシールで貼ってるんで、まあ、i5 だろうと分かった方もね、おられると思います。えー、正面、まあ、よくある、こう、あのー、なんていうかな、PB みたいなね、あのー、PB っぽい、すごくシンプルな感じになってます。えー、USB-C の、えっ、ー、とー、USB、えー、じゃごめんなさい、USB3.0 が2発。で、USB-C が1発と、ヘッドホンジャックと、電源ボタンと。何がいいって、ここに CMOS クリアがあるんですよね。 うん、だからこの CMOS クリアボタンがここにあるっていうこと自体が結構ゲーム向けって考えてもいいのかなっていう感じはしますよね普通使いであんまり CMOS クリアってしないんでね、うん、やっぱりこうなんていうのかな僕はインテルのであんまりあのなんていうのあのオーバークロックってやらないんですけどもオーバークロック夜よ,よくやる人がやっぱりこの CMOS クリアって基本的によく使うのでこれを前面に持ってきてるっていうのはその辺なのかなという気はちょっとしますけどもねはいでは本体は右側 はい、非常に大きなファンがついてます。この辺は前の GT-R シリーズにちょっと色味も、色味は全く一緒です。前のあの GT-R シリーズと。むちゃくちゃかっこいい色味。えー、おじいさんのところの、えー、ケンプファーブルーに近い。<laughs> えっと、これが RG351MP。似てるよね。こっちの方がよりケンプファーカラーですけども、ちょっと、あの、大人になったケンプファーブルーと考えてください。俗に言うところの、えっ、ー、と、インディゴブルーですね。 インディゴブルーのメタル版とお考えくださいむちゃくちゃかっこいい僕はこういうのが好きもういらんデザイン全部なしのあのー、こういうアルミ板のペライチがすごく好きなんでだ前はもうちょっとこういうのはプラスチックもいらんかったかなと思う正直もうメタルで全部ペライチの方がかっこいいかなと思いますけどね、うん、でここはファンこんだけ空調あったらいいですよねで後ろ後ろにも非常に大きい吸気穴が3つありますねだからこの辺はやっぱり GPU すごいんでゲームガンガン動かせるんでこの辺排熱結構しっかりしてます どっちから吸気してどっちから排気かは正直ちょっとわかんないですけども、うん、ここにでかいのが3つあります上にもどうせやったら上にもでっかい穴開けても良かったかなとも思いますけどまあほこりの侵入のことを考えるとまあこれがいいのかなっていう気もしますけどまあ自分でドライバーでバンバンバンって穴開けて内側からあの100均で売ってるアルミの、あのー、こう何ていうのメッシュメッシュアルミのメッシュ貼り付けてもいいけどね自分でもねうん。 で、えっと、HDMI が2発ついてますね。で、えっと、デュアル、デュアルモニター対応なんで、これ2つに出せるよということです。で、あ、これいいね。LAN、もう直乱、直乱ありますわ。LAN ケーブルがあるんで、これは非常に便利ですね。で、こっちにも USB の3.0が2発。で、これが DC ポートですね。DC ポートになります。で、本体、えっと、前面から見て、左側にも、えー、吸気穴があります。だから吸気穴が、全部で、こんだけ3つ、ボンボンボンとあります。 で、裏側見ていきましょう。裏側はこんな感じ。いつもこの辺のキーが映ってしまって、モザイク入れてるんで、めんどくさいんで、ちょっと紙貼りました。えっとやっぱりメイドインチャイナなんで、やっぱり中国の会社だと思われます。まあ、海外、日本のね、あのー、スイッチなんかでも中国で作ってるから、一概には言えませんが、一応メイドインチャイナということで、非常に裏面も非常にシンプルでかっこいいです。吸気穴はないです。で、えっと、ここがちょっとだけ、こう、ボコッとせり上がってて、この辺はいいですよね。で、ここがラバーなってるんで、 あの非常に固定率もすごいです動かないですよっぽどのことがないと動かないですで分解する時はここから分解するようでえっとスペックでも言いましたけども 32GB のメモリ増設ができるということなので基本的に開けることは、えっと、前提になっていると思われます、はい、開けてみようかせっかくやからねあ,あの大きさちょっと測りましょうむちゃくちゃちっちゃいよでも本当にびっくりした えーっとまず横ですね横横が1 2 5ンチで縦11.2で厚みまあこのちょっとラバーは避けます本体賞味本体にしますびっちり4ですね4ンチで重さ軽いよ ドン。390g。ちなみに RG351MP。265です。すごくない ?130g しか買われへん。そう考えたら軽いでしょ。うん。これはすごいよね。はい。ということで、せっかくなんで、壊さんように、まだ本当電源も入れてないんで、壊さんように、ちょっと一変。 中身見てみましょうかはいちょっと開けてみましたんでちょっと中身5回一応してみましょうああいたいたちょっと硬いねなんかついてんのかなこれこっち側が取れへんななんだよえ開けるここ間違ってるなんかこっちがね やろう見えへんなああいや何でもないなここがただ硬いだけや純粋に硬いんやけどいや何かくっついてるか何かこっちが外れないっすね何でやろうあ取れた取れた取れましたねここがこれ取る時に気をつけなあかんのが こここにねこういう風な線があるんですよ。特段あの、特段なんかくっついてたわけじゃないです。あ圧着ここが、えー、っとね、ここにハードディスクが付けれるようになってますね。はい。だから、えー、っと、多分2.5ですね。2.5の HDD も対応してるので、まあ、M やりたい人は、えー、っと、ここ、ここに。 HDD つけて、でまあ、早く動かしたやつはこっちにつけるという感じですね。でこれがメモリーですね。メモリーがあやっぱ 8GB ですね。で、1枚差しですね。1枚差しになってるんで、えっと、これもあの今回普通に 8GB って言いましたけども、トリグキーの公式サイトの方では 16GB なんですよ。でも、バングッドで販売されてるのは 8GB なんで、やっぱり独自モデルっていうか、排出モデル、そういうふな。 PB、PB、なんて言ったらいいのかな、まあそういうふうな、あの、大手の、大手用に販売するモデルっていうことですね。で、SSD がですね、非常に独特な押さえ方。ここに、ちょっと取ろうか、えっと、鉄板をここに押し付けて、ちょっと見えるかな。はい、プラスドライバーで、プラスかなこれ。プラスですね、プラスでここで、 上から蓋をするという独特なパワープレイで固定してます。だから2箇所で押さえてるんですよね。普通は SSD を直に本体につけて、えっと、1個挿して、ぐっとやって、こっちだけで止めるんですけども、これ2箇所で止めるっていうすごい、えらいなんかあれやなっていう、すごい力の入れようですよね。非常にでも綺麗ですよ、中。ちょっとこれ、だから SSD 見てみましょうか。 ではここのネジをちょっと取ってみようと思いますはい取れましたこういうものでよし押さえてあるなかなかだからねものすごい丁寧に作ってるようーんではちょっとこの蓋取ってみましょうこの蓋なんかもつけないから、ね、だからこれ放熱板ってことですからね簡単に言うとね 珍しいよね。だからもうこれで刺さってるから普通これいらんねんけどな。ああもうこれシールで貼ってるわ。ねここ書いてるでしょ ?NVMe って。しかも2280、えっと、22タイプですね。えー、えー、っと、ええー。 AZW2 ごろのやっぱ2ごろは2ごろですねで NVMe だねああもうここ貼り付けたんだ放熱板を綺麗にああこれだからようできてるよこれああものすごい丁寧な仕事してますよこれあこれ Wi-Fi チップですねここは M.2 の Wi-Fi2230 ですねわかるかなここね ものすごい綺麗。む、これ、いや、もうなんか、いや、まだまだね、安かろうかる、悪かろうの中国文化ってありますけど、やっぱすげえよ、これ。<laughs> この丁寧さはすごいよ。ああ、普通 SSD のこう、ホーネス版なんか自分でこうってさすからね。はい。 いやあ、これはすごいわ。だから、えっと、スペックのところにはもう NVMe と書いときます。<laughs> 書いときます。はい。いやー、これはちょっと感動した。うん、これは感動しましたね。まあ、ということなんで、えっと、分解も大して難しくはないですが、えっと、唯一気をつけなあかんのは、こっち側から間違ってグッと引っ張っちゃうと、これ痛めてまうんで、 うん。それだけ気をつけてください。だからこれどっちなのかなこれがついてるのが、えー、っと、本体の前面に対して、み左側。裏返して、ね。左側の方に、この紐があるので、必ず右側から開けるように。本体の前面に対して右側からパカッと開けて、せこっちちょっと硬いんで、 はい。あのね、コツとしてね、ちょっとクッとひっ引っ張ってあげる。それがなんでかっていうと、ここにね、ちょっと爪あるんですよ、簡単な。わかる爪がね。はい。だからこれ気をつけてください。うん。これをまたグッと無理やり開けるとバギって言ってもらおうと思うんで、こう、こう。まあ割れたってネジ止めだから別に問題はないですけども、えー、それがちょっとした、あの、開けるコツですね。はい。 えー、それではねちょっとすべ、えー、てのパーツを戻していきましょう、えーとまあ、まずまずこれですねまず SSD を、えー、いつも言う通りこれは斜めから、えー、と横から見ると交差します交差してグッと下ろします SSD はちょっと独特なんですよね斜めから刺して下ろすと下ろしてえっ、ー、とネジどこいっ, <laughs> ったあったあったあった <laughs> なくさんようにしましょうねネジ、ね、止めて ほいでこいつですねこ,のこれはでも面白い仕掛けやなものこれ別にいらんと思うんやけどないらんと思うことでもお客さんのためにええんじゃないかっていうことを一生懸命やるというのは僕は大好きですねそういうふうな心意気ですよね意気な計らいですよねはいこれで止めてがっちり止まったと。 これで忘れ物ないんでもう蓋閉めますということでこんな感じでよし閉まりましたと入ったかなこっちに入ったねはいそれではこのネジを全部一個一個閉めていきましょうよいしょこのネジがねでも思ってるよりもねちょっと固めかなっていう感じはしましたね普通にあのよくあるあーでものりついてるわのりついてるわ わかるちょっと青いでしょ。よここね、ちょっとだけ先が軽くだけのり塗ってますね。えら硬いなと思ったら。ここほら、青いでしょう。ここうん。これ絶対青いやつ使うよね。こういう、あの、業務用の商品って。何なんやろあるんかな塗ったよっていうのを目視できるように、そういうのがあるのかなアマゾンでもこの青いのリって売ってんのかな <laughs> 業務用の。 <laughs> 俺,はこう俺は開ける時にしかべらぼうに見たことないけどもまあだからもういきなり全部まあ初めダブルドライバーで内部取り取って SSD を容量多いのにしてあのまあもうね H あ,のあっちにハードディスクに頼らん自分のゲーミング PC にしてもいいしねでもあのデータの軽いゲームは SSD もったいないから例えばそうやねもう容量的に。 スーパーハミコンまでなんかはもう HDD で動かしても何の問題もないだろうから。はい。ということで、綺麗に収まりました。はい。ということで、本日は、えー、開封レビュー、並びにね、ちょっとつ予定外でしたけども、分解もしました、えー。なかなか面白かったです。中も非常に綺麗で見応えがありましたね。えー、ということでですね、えー、紹介してきました。よいしょ、光きれいに当てようか。はい こちら、えっ、ー、と、トリグ、トリグキー。トリグキーが正しいとも、多分トリガーキーってのは違うんだと思うんだけどね。えー、トリグキー、スピード S。えー、ですが、こちら海外の e c サイトのバングッドさんで発売中です。ということで、ね、えっ、ー、と、値段、驚き、これ値段。なぜこれを紹介するのかっていうと、本当多分ね、みんなね、もう椅子からボーンって転げ落ちると思います。まずね、これね、あの、その公式サイトの方では、なんとね、これ、ね、6万831円で売られてます。うん、まんざらおかしくない、えっ、ー、と、値段です。 ただし、この公式、えー、サイトの方はメモリーは 16GB でストレージは 512GB なので、えー、まあまあ,あのはっきり言って普通な値段かなという気はします。で、バングッドさんの方はさっき言った通りで内部見ても分かった通りメモリーが 8GBDDR4、えー、ですね。で、ストレージが2ゴロの NVMe でした。 でですね、えっと、今、えっとね、実はね、あのー、タイムセールやってるんですけども、タイムセールででもね、現在45,158円。ということで、これでもね、もう、日本のアマゾンで、えっと、この、インテルの Core i5 の 8279U を積んでの金額では、もうこの、今のタイムセールの45,158円でも相当安いです。だいたい日本のやつがね、5万5千円ぐらいです、底値が。 うん、大体そんなもんだと思います。で、今回なんとおじいさんのところ限定のオリジナルクーポン、いつも言うとこのおじいさんのジョーっていう、えー、コードが入ってる、このクーポンを使うとですね、えっと、皆さん、心臓が止まらないようにしてください。えっと、インテル、コア i5、8279U、第8世代を積んで、NVMe の2頃積んで、この小ささで、なんとね、クーポンコード適用でね、37,242円。 えー、トリグキースピード SCPU、えー、はインテルコア i58279U を搭載してですね、なんと37,242円っていうことで、えっと、これ何を示しているかというとですね、もう問屋の卸し価格に近い金額です、これ。<laughs> これね、もう変な話、問屋さんがうちのクーポンコード使って10個、20個買って、アマゾンで4万円で売っても、 全くもって利益が出るアマゾン最安値に一瞬になれるぐらいの、えー、とんでもない金額ですこれはびっくりしたこのクーポンコード適用金額は本当にちょっとびっくりしてこれええんかなって思うぐらいだからこれ本当にね今までの中で一番コスパいいと思います はい。という感じなので、これは多分ね、ほんまに早もん勝ちになると思います。これメイン PC としても全然使えるし、この性能って。まあ今まで紹介してきたそのミニ PC ですね。ラークボックスとか、えー、ああいうものを TRG とかね。えー、TRG だったっけ ?TKG や。TRG は視聴者だ。<laughs> <laughs> えっと、tkgbox とか、あのー、まあ、インテルセレロン j4125 も普通使いは十分です。youtube 見て、あのー、メールのやり取りして、テキスト書いて、っていうぐらいは j4125 で十分ですけども、やっぱりもうちょっと激しくちゃんと使いたいよって、ちょっとゲームやりたいよっていう人にはやっぱり物足りないんですよね、j4125 ではね。で、なってくると、えっと、まあ、この i5 の 8279U っていうのがどこまで動くかっていうのはまだまだテストしていきますけども、 まあ、メイン PC としてでもいいしあのサブ PC としてもうこれはねこの値段だったらもう絶対買いこれはやばいと思うこのコスパの良さはちょっと半端ないと思いますはいもういつも言うけどもバングッドさんは本当に在庫少ないんで これね、あっという間になくなると思うんで <laughs>、あの、まあ、でもね、バンクトさんのいいところは、またすぐちょい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 多分小ロットで入荷するんでしょうね。あんまり在庫型にならんようにしてるから、あの、売り切れててもまたすぐ在庫入ったら、順番にこう配送していくって形なので、でももう初めにすぐこれ取っときたいという、あとは転売したいんだっていう人も <laughs>。 <laughs> あの <laughs>、はい、はよこといた方がいい転売できると思います。っていうぐらい、もう日本ではありえへん金額、たまに出るんですよね。中国のショップってこういう、ちょっともう考えられへん値段がたまに出るんですけど、今回まさに大当たりの商品でした。 はい。ということなんで、お早めにどうぞ。で、あのー、よくね、あのー、このクーポンコード入らないとかって結構いろいろ聞くんですけども、多分、えー、今日までね、いろんな情報を想定すると多分ですけど、バングットってサインイン線でも買えるんですよね。つまりアカウント作らなくても買えるんですよ。多分そういう人が、あの、クーポンコード入れても適用されへん、適用されへんって言ってるのは多分ね、そういう方だと思うんですよ。だから必ずアカウントを作って、 で住所等の情報を全部入入れて購入して購しくださいそしたら絶対クーポンコード適用されるんであと、えっと、たまにクーポンコードがね大文字小文字の違いみたいなのもあるんであのどうしても僕のクーポンコードをコピペしてもダメな場合は僕のクーポンコードを見て自分で半角 S で手打ちしてくださいそしたら通る時がありますんで、えー、そういうふうな対処法をとってください。 でですね今日はちょっと最後にお知らせがあります。バングッドさんがですね11月の10日の午後5時から11月の13日の午後5時独身の日セールっていうものを行います、これ、つまりアメリカでいうところのブラックフライデーセールに近いもので中国のえっと最大のインターネットのビッグセールえっとイベントです。まあ、だからあれねアメリカのサイバーマンデーセーデセルに似てますね と、えー、いうものが中国では独身の日セール、えっと、中国の11月11日っていうのが1111でしょあれがつまり1人って意味なんですよあの彼女とか彼氏それぞれがいなくて一人ぼっちの独身の日セールっていうのでなんかもともと独身の人たちがその111っていうのはひ人ぼっちだからっていうのでなんか独身の人にプレゼントをしたりするっていうのが期限らしいです。 はい、でそれがどん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 盛り上がってきて人にプレゼントするんじゃなくてどうせ一人で暮らしてるから自分にへのプレゼントっていうので、えー、たくさんの買い物をするんだっていうので。 あのアリババの,あの会社が始めたそうです。独身の日セールっていうのを作って、インターネットで一斉にやったところ、ものすごい売り上げを上げて、中国全土で独身の日セールっていうものを百貨店とか小売店が真似するようになって、一大的な、まあこういうふうなあのセールの曜日になったようです。はい。それが11月の10日の午後5時から11月13日の午後5時まで行われますので、えっと、これが、えっと、ね、一番安くなります。 中国のサイトで一番安くなるので、えっと、これはですね、あの、よくおじいさんのところでたまにやる、その、クーポンコード祭りってのありますよね、あの、たまにあ。ああいうの多分ね、飛び抜けて安くなると思う。だからもうその日その日の、 タイムセールみたいなやつがとんでもない金額のわからん。これはちょっとわからんけども多分、多分そうだと思う。だから、あのー、バングッタさんから連絡が来て、おじいさんのところ専用の、あの、いつも思ってるクーポンコードで独身の日セールだけですよっていうのじゃないと思われますんで、逆にこの期間は変にクーポンコード使った方が高くなるっていう、えっと、 物が発生する恐れがあるので、今、クーポンコードであんまり物買わん方がええと思います。僕のこれ、これ予想、予想ですけども。はい。もう、この日は爆発的に物が売れて、爆発的にショップも安くするんで、今、クーポンコードとかでもの買わん方がいいと思うし、この日も逆にクーポンコードでも多分ですけど、安くなるおす、えっと、可能性が高いです。はい。フラッシュセールっていうのがバングットにあって、それがむちゃくちゃクーポンコード超えて安くなるんで、 えうちもそこでたまにトラブルでもないですけどもあのうちでやってる時は安かったけどその後フラッシュセールの対象になってうちのクーポンコードよりも安いって時があるんですよ。で独身の非セールっていうのはクーポンコード、UU、u い u いじゃなくてこの期間だけのやつなんで多分独身の非セールのクーポンコードって多分ないと思われるので、えっと、この日のフラッシュセールってものを狙った方がいいと思うもうむちゃくちゃ安くなるから考えられへんぐらい安くなるよこの日は。 はい、なので、えっと、早い者勝ちですぐなくなると思うので、11月の10日のもう5時前ぐらいからパソコンの前に座っておくことをお勧めします。まあ、あっという間ににものなくなくるよ本当に、うん ただし、まあ、あの、セールの内容は、10、えー、その十月10日、11、12、13ってそれぞれ個別に小出しするだろうから、まあ、うちなんか見てる人は特に、まあ、ミニ PC とか、まあ、液晶とか、中華ゲーム機って狙ってるだろうから、自分のやつがいつフラッシュセールの対象になるかっていうのは狙っといた方がいいでしょうね。ドンと出て、一気に出て、ボンとなくなる。でも番組のいつも通り、売り切れっていう表示をしないので、 えと自分が何番目になるかっていうので、入荷次第の発想で、まああと、あと後回しになっていくと思うんで、へばりついておいた方がいいです。だから、クーポンコードは多分別だと思いますで、えーと。で、アメリカのブラックフライデーセールに、えー、とバングッドも、えー、と便乗して、11月の25日の、えー、と午後5時から、11月の28日の午後5時まで、ブラックフライデーセールを、えー、とバングッドでもやります。 で、僕もブラックフライデーセールって普通に言って、スティームなんかは僕なんかよく使うんだけど、スティームもすげえ安くなるんですけど、何なんだろうって思ってたら、要はアメリカの感謝祭なんですよね。あの収穫感謝祭の、えっと、2の次の日なんですって。だから第11月の第4木曜日の次の日をブラックフライデーセールというそうです。 これ僕も初めて知ったんですよ。今回、これを紹介するのに、あのちょっと調べたんですよ。じゃあ、何なのっていうと、アメリカって感謝祭っていうものをすごく大事にしてるんですよね。まあ、昔のその移民の民族がいろんなこうあのものが取れなくて、多くの人が餓死したということで、いろいろものが収穫できるこの秋の季節に、まあ、それをいっぱい取れてありがとうございましたっていうので、収穫感謝祭っていうのを始めたのがもともとのあれらしいんですよねで。よくアメリカで七面鳥を食べるとか言いますやんか。あれがブラックフライ、あの違うんです。あれが感謝 ななんんでですすよよその次の次日がブララックフライデーセーセルなんですよこれが非常に面白くて何かというと感謝祭っていうとアメリカでいうとちょっとクリスマスより下手したら大事にされてるものなんですよ。クリスマスはお祭り本当に粛々と家族で大事にする行事が感謝祭なんですよね。でその感謝祭にやっぱりプレゼントのやり取りってものがあるんですよ。でそこですごく物の売れるんだけども、えー、その感謝祭でおもちゃ屋さんがいっぱい仕入れたものがやっぱ売れ残るんですって。 でそれを在庫一斉セールを感謝祭の次の日にするんですって。でそれが結局、ものそのそれがすごい安く売るんで、人がものすごい群がるようになったんですって、感謝祭よりも。で、それをブラックフライデーっていうようになったんですって。だから感謝祭が10 11月の第4木曜日だから次金曜日だよね。だからフライデーなんですよね。そう。だからこれ結構面白い形で、だからどっちかというと副産物なんですよね。感謝祭ありきの 次のものっていうものなんですよ。で、それが11月25日の、えっと、まあ、バングッドでは11月25日の午後5時から11月28日の午後5時まで。で、これまた面白いのが、えっと、一それで、アメリカには実,は実はサイバーマンデーセールってあるんですよ。これは、あの、アマゾンがすごい安くなる日ですよね。皆さん知ってる通り。アマゾンがすごく安くなる日がサイバーマンデーセールなんですけど、バングッドもやります。11月28日の午後5時から、だからブラックフライデーセールが終わった後ですね、から12月4日の午後5時までやります。で、じゃあサイバー マンデーセールっってて何なのってこれがまた面白くてこれがブラックフライデーセールに関連してるんですよつまりブラックフライデーっていうのは多くの人が家族と時間を過ごすんで会社を休んで実家に帰るんですよはいで実家に帰った人たちがあのつまり木曜日が感謝祭でしょ11月の第4木曜日が感謝祭でえ実家に帰るとでその人たちが家に帰るんですよまあ土日にねきっと。 じゃあ月曜日から仕事になる、家帰りました、落ち着いた、あ、物をちょっと買おうかなって言ってアメリカでものすごい売り上げが上がったんですって。感謝祭の次の週の月曜日が。で、これすげえ物売れるぞっていうことで、今度はそれをサイバーマンデーとしたんですって。っていう、だからブラックフライデーセールは元々の元が収穫祭。 収穫感謝祭でそれに便乗してできたのがブラックフライデーセールでブラックフライデーセールがあってこその人が家に帰っての月曜日にようもの売れたっていうので次サイバーマンデーセールっていうのができたっていうむちゃくちゃちょっと面白いえっとこれをえっと発表するにあたってものすごい勉強になりました <laughs>。 <laughs> 皆さんもね、この動画見たら、あ、これ明日会社で言うたろうってね、ちょっとお昼ご飯の時ね、ちょっと調子乗って言うたろうって思って、これ言うてください。言うた人はおじいさんに情報量として10円課金してください。<laughs> こういうのでも面白いね。っていう、まあ、あの、ちょっとここにね、もう出てると思いますが、えー、バングッドでは3大セールがありますが、もうほぼほぼ皆様が狙うのは独身の非セールです。 もうここだけですもう他のブラックフライデーセールもサイバーマンデーセールもはっきり言ってほとんどほっとってど絵です。もう狙いは独身の日セールこれはほんま中国で一番大事にされてるえめちゃくちゃ安くなる日なんでえこれはもう張り付いといたほうがいいと思う。 多分あの一般人だけじゃないと思う張り付くのは,はっきり言って日本での転売や日本での雑貨販売や、えー、日本でのアマゾンで販売してる連中はほとんど中国のバングッドや、まあ、アリエキスプレスから、えー、と商品仕入れてますそういう連中も一斉に貼り付くんではっきり言ってそういうやつらに勝つことは難しいですけども、えー、そういうやつらも一気に仕入れをするような、えー、とこれ時なので、えー、皆様もそれらに混じって <laughs>。 買ってみてはいかがでしょうか。えー、ということでした。えー、このね、えー、トリグキー、スピード S。 えー、電源入れるのは次回やっていって、まあ、どんな感じなのかとかちょっと見ていきましょう。えー、この動画で初めておじいさんのことを知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。で、このトリクキースピード S、えー、まだ内容見てるのはないですけども、えっ、ー、と、まあ、スペック見て中身見て多分もうパソコン知ってる人なら、あ、これええな、あ、もう安すぎるな、顔転売したろうと、えー、いう感じの人たちは、えっ、ー、と、リンクはおじいさんの動画の下の概要欄のところにあって、クーポンコードも書いてますので、えー、そちらをご利用して購入してください。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら